石垣島って伊良部をはじめとして、ダーツファンが多い地域であって、それでですね、はい、今回手を挙げて、くれたのが石垣島のダーツ愛好者の皆様で、そこに手を添えたのがジェットを運営する、ね、平田社長なんですけどね。だからうまく地域と融合してこの石垣島大会が開催されたっていうことですね。はい、鹿児島とかでもいいんじゃない、まあ、鹿児島はですねどっちかって言ったらこう熊本大会もあるし、はい、で福岡もあるし、今年は宮崎大会もやるのでね、まあそれ鹿児島リゾートっていうならやっぱ沖縄、石垣島ということになったと思います。すいません、講釈が長引きました。試合はスタート、鈴木トル先行の501スタート、140取ってきました。だからダーツの台はもう何度も言わせないから、ダーツで東京にあって東京から船便で沖縄まで全台送ってきました。この試合は予想ですか、まあ、状態的にはね鈴木選手の状態いいですよね。もうエリア20鈴木徹みたいになってますからね。今日はですね手がちょっと湿ってるの、ふーってします。今日は風の日です。で多分旭川大会の時はハーの日になると思います。手をちょっと湿らせたりするときは乾燥させるときは風ですから、今日は乾燥させたい日だと思います。鈴木と そしてもう一本、いやー篠ヶ澄も調子良さそうです。さあここは9か1をチョイス、1をチョイスですね、1をチョイスしてのトップダブル、しっかり鈴木徹先行の501をキープ。で先行50ですよね、篠ヶ澄選手のスタート。さあそして知野真澄先行のクリケット、さあしっかりと6本入れて60点取ってきました。さあ対する鈴木徹、19で5マーク、さあ60から鋭い腕の振り、1投目からね入ってないっていうのが少し気になりますが、篠ヶ澄選手さすがダーツの軌道を分かってます。その1投目が気になるんですよね。1投目全外しですからね。対する鈴木徹は安定してますよね、枠内にきっちりと下から5-5-5 6-6-6
はい、クワが来た、カット来た、そして18ビークラウン、さあ、そして血のマスミの16カットから、さあカットからの加点せずに15、インナー、インナー、諦めてない、諦めてない、さすがですね。さあ血のマスに先行のクリケットをキープ、さあ馬突きまで行ってほしかったですよ、すいません、ビクランの馬突き、すいません、きっちりとやります、次回からはビークラン馬突きやります。まあでもね、ちゃんとお約束通りふーってしてますよね、やっぱり。でも本当、鈴木スマッシュもちょっとなくなってきてますよね。あ、今スマッシュですね、チョイスマ、鈴木スマッシュ、鈴木チョイスマ。さあそして血のマスミ19からの攻撃、さあオープンから、さあ19、さあカットから、ビークラン馬突き、圧倒的に先行有利ですね。それでもセブンマークでオーバーしてくる血のマスミ、カメラ倒れた、さあそしてここで7本大きく加点、さあオーバーカットからどうする、15いく、まあエリアはねいっぱい持ってるんですね、うわこれキレッキレだな、うわすごい、さあインナー王子、ここでインナー2本、さあ60から、もう一本60、迷うところなのか、ブル行く必要あったのか、うわ狙ってる狙ってる狙ってる、サイドからのブル狙いでしたが、うんうん、
ちょっとど真ん中すぎましたね。うん、ちょっとコンセントレーション高めて仕切り直しての正解、正解です。18いくっていうのは、うん、またこういうことするんだよな。インナー王子ですよ、血のマスミ。みんな絡めてきますよ。ドスン。そしてもう一本、ね、インナー王子なんでね、逆にしっかりと加点していかないと、これワンチャン持たれますよ。さっきのヘイヘイヘイ傭兵の二の前になりますよ。あー、なんというミス。あ、シノマスに決めれない。ブル戻る。そして3投目は心に響くインナーのドスンではない。さあ鈴木徹、ここはきっちり終わらしたい。ナイスパス。ワンチャンスしっかり決めていきました鈴木徹。先攻のクリケットキープ。そして先攻後攻入れ替わり、一ノ松に先攻の501と さあ血の回すみ、ここはしっかりスタートしたい。しっかりとスタートしたい、絡めたい。さすが95点取ってきました。さあエリア20と言われるくらい20トリプルが得意な鈴木徹。アンフォデ、浅田聖吾どんな状況今、うん、危ない状態。あ、その試合も面白かったんだ。あ、上がってたら浅田聖吾負けてたの。すごい試合があってたみたいですね。森久保浅田選手、うん、2-2 から森久保選手チャンスを生かせれる。さあそしてバンフォティ、さあ血のマスミ60決める。もう一本、うわー、これは131。鈴木徹次第になった。決める。エリア20、鈴木徹決まらずで121残り。さあ日野真澄どっから行くのか、ブルからか。あ、このまま20ですね。そして10トリプルもしくは、うん、ね、56残り。さあ121ワンチャンスですね。さあ60から決める。11もしくは11トリプル決めて14ダブル決まらずした。11トリプル決めましたね。さあ血のマスミこれで楽になった。56残り、16からですね。16からトップダブル。決める。22ですね。さあ血のマスミ2対2で、ワントライを仕掛けた鈴木徹でしたが決めれず。さあ泣いても笑ってもの最終的告知です。
はい、来ました。いよいよ科学チョイス知のマスミが先行、そしてトールが高校。血のマスミ復活ののろしを上げるのか。パーフェクトベスト8、石垣大会。さあ3投目できっちりと60取ってきます。さあ1投目から2投目、そしてオーバーカット。鈴木徹チョイスマが出るも20きっちり捉えてきました。さあこれで血のマスミのバットバットラウンド、ここだ。これでもう鈴木徹独走。ビッグラン、でもねやっぱりここでね持ち直したとしても、血のマスミ厳しい。このスーパーバッドラウンドやっちゃいましたからね。終わったね。血のマスミ状態は悪くはないんですけど、ね、もうちょっとですよね、修正するところができてないですよね。さあそしてブルー3本ですね。それは加点しないとダメです。そうです。うわー、でもみんな王子。しかしね、ワンラウンドノーマークが痛い状況ですよね。さあインナーから、どこまでもインナーやろう血のマスミ。やっぱり血のマスミのインナーに少し気を引き締めた感じの鈴木徹、中球を3本使ってきました。下向いた。さあこれでトライですね、ブルートライ。インナーから鈴木徹3位で血のマスミを下してベスト4進出です。いやー、鈴木徹血のマスミのノーマーク、痛かったですね。血のマスミがやってはいけないミスを犯してしまいました。 CM どうぞ。